皆さんこういうのはご存知でしょうか。これはアルスタイチのクールライドというヘルメットの下にかぶるキャップなんですが、これを使うとヘルメットの内側が汚れない、完全ではありませんが汗を直接内装に吸わせないで真ん中でこれが吸ってくれます。あと髪の毛もしくはおでこから出る、頭から出る皮脂油というのもヘルメットの内装につけずにこの部分でこっちが汚れてくれます。でこれは簡単に洗って乾かすことができます。速乾性の素材でできています。とっても便利なので夏のこういう時期、冬でももちろんそうですけれど、内装を洗って乾かすのはそれなりに時間がかかってしまいますし手間もありますが、これだとすぐにもうハンカチを洗うぐらいの感覚ですぐ洗えるという便利さがあります。またでいつも皮脂をこう洗った状態なので内装が油汚れしていると髪の毛がベタッと潰れやすくなりますが、そういうのも防いで髪の毛が潰れにくくなるという商品です。このタイチの商品ですと2枚入りで1,900円プラス税っていうお値段なので内装よりはお手軽に買えるんですが、一つ弱点が今までありました。こっち側が前になるんですが、このキャップかぶるとご覧のように前側に縫い目があるんですね。この縫い目かぶるとどうなるかというと、はい、では風船で状況を確認してみます。本来のこれの使い方だとこんな感じになるんですね。ヘルメットのインナーから内装から少し下へはみ出させてかぶれば、ここの縫い目の部分というのを内装でギューッと押さえつけるほどではないんですが、それでもこれ自体が靴下みたいにソックスみたいにこう締め付けて頭にかぶっている状態ですので、こうですね、これ本来の使い方かぶり方でこうやってかぶっていると、ついたところでヘルメットを脱ぐとこういうことになるんですね。縫い目がおでこにくっきりついてヘルメットを外すとフランケンシュタインみたいな跡になってしまい、帽子をかぶってもこの見えてしまったりするものですから、低い位置にかぶせてるとね、ヘルメットの上の方についてるんだったらいいんですけれど、こうヘルメットで押さえつけられるのを嫌ってこうやって下の方までやってすると、眉のすぐ上の部分のところまでこの縫い目がはっきりくっきりついてしまうんですね。他のメーカーさんの商品でも多かれ少なかれやはり縫い目がついているので、こういう形で縫い目が額に来ないようにシームレスにちょっと加工をカットしてみました。本来はこれ横になる部分ですね、この縦のこの線がこっちですね、この縦の線が入ってしまうとどうしてもこれが額に縫い目が見えてしまうので、この側頭部のこの部分が前に来るように横にかぶって横にかぶった状態でこの下の縫い目の縁の部分の上から切って、かぶった時額に前に来る部分に縫い目が何も来ないような状態にカットしてみました。これですとかぶってももちろん縫い目の跡はつきません。ただしこの縁の部分の段差というのもゼロではありませんので、長時間かぶっているとうっすらこの跡がつく場合もありますが、それもヘルメットのインナーをここまで、じゃなくこういう形のところまで、ヘルメットの前の内装ですね、内装よりちょっと下のところまでこれを持ってくるようにすれば、この縁の部分の内装でギュッと押さえ込まれることはないので、この状態で使うよりは全然いいです。ヘルメットインナー自体はすごく効果があるので、この縫い目がついてしまうという泣きどころをちょっと一工夫で今よりもうちょっと使いやすいアイテムになるかもしれません。よかったらやってみてください。またインナーキャップとは別にこういうヘルメットインナーもあります。これは頭巾のようなインナーで、何に使うかというと商品名がヘルメットリムーバーと言いまして、前後ろはどっちでもいいんですが、ヘルメットの下にこれをかぶってこう結んでいることによってこう
広げてぐーっと引っ張ると、事故を起こして意識がない、もしくは首を損傷していてヘルメットを無理に引っ張って脱がせられないというような状況の時に、第三者がヘルメットを脱がせやすくするという、エマージェンシーのものなので、ちょっと用途はこれとは違うんですが、こっちは快適性を普段求めて使うものなので、ちょっとこれとは違います。もちろんこれでもインナーの代わりにはなるんですけれど、見た目が頭巾かぶってるみたいな、ほっかむりみたいになるので、こっちの方が普段バイクに乗るときには見た目は現実的なアイテムです。